さんこんにちは、田中翔でということで、本日はですね、いや久しぶりやな、ここ本当に、うん、今回はですね、田中翔のね、視聴者さんからですねファンレターがね、届いたということで、今回はね、そちらを全て読んでいきたいと思います。はい、今回ね、全部で7つあります。結構ね、送っていただいてからちょっと日にちが経っちゃってるものもあるらしくて、まあ、少し前のものになってしまうのかもしれないんですけども、全てね、読んでいきたいと思います。一人目の方、田中さん、これね、年賀状でもらったんですよね。田中さん、明けましておめでとうございます。いつも田中さんのあるあるとても共感しています。今年も無理をせず、毎日投稿頑張ってください。これはお願いですが、このハガキを動画で出してください。13歳というね、ありがとうございます。ということでね、年賀状でいただいたのに、これちゃんとね、こう動画でね、お伝えするのはかなりもう10ヶ月経ってしまったということで、ありがとうございます。ということでね、続いて、2通目でございますね。こんな感じでございます。はい、では読んでいきますね。はい、田中さんへ、いつも面白い動画を上げていただきありがとうございます。田中さんにお願いがあります。鳥谷選手に千葉ロッテで頑張ってほしいことは何ですか？教えてください。そして田中さんの今年の目標は何ですか？それも教えてください。なるほど。そうですね。鳥谷選手が千葉ロッテに行ったっていうことがこれは書いてあるから、これは割と最近の方ですね、これ。鳥谷選手に頑張ってほしいこと。今ちょうどこの動画撮ってる時、鳥谷選手がコロナになった。まずね、その鳥谷選手がコロナになっちゃったってことが一番心配ですけど、まあね、コロナから復帰してね、やっぱりこう、阪神の時でもね、やっぱ守備がね、上手だったんで、守備でね、活躍してほしいですよね、本当に。年齢に負けずにね、頑張ってほしいですね。はい。で、田中の、田中の今年の目標ね、チャンネル登録者30万人、30万人を突破したいですね。はい。はい。ということでね、ありがとうございます。はい。続いてね、はい、3通目、3人目の、おお、怖っ！びっくり、ちょ待って、これすごいんだけど、見て！これ光が、これ見てこれ。俺のデッサン。めっちゃうまいでしょ、これ。うまっ。田中さんの動画はいつも面白いです。あるある動画はとても共感できて、そうそう、わかるーとつい口に出してしまうほどです。やってみた動画も味があって面白いです。授業中バレずにシリーズも斬新で面白いです。リクエストですが、旅行あるあるをやってほしいです。あと、このハガキを動画に出してほしいです。くだらない is beautiful! ということでね、福岡県の中学2年生のね、女の子の方ですね。はい。ちょっとすげえ、Thank you for posting interesting videos! ということで。ちょっと英語苦手でございます。面白い動画いつもありがとうみたいなね、感じやね、これはね。デッサンすごい上手、これ本当にありがとうございます。これすごい大事にします。はい、ありがとうございます。ということで、ね、続いての方、こちらちょっと可愛い感じのね、この封筒に入ってますね。はい、2枚入ってました。はい、いきますね。田中さんへ、僕はいつも田中さんの動画を見ています。ありがとうございます。とても面白い動画ですね。ありがとうございます。もしできれば返事をください。あと、サインもお願いします。本当に大好きです。手紙は何枚も送ってきてもいいです。ということで、はい。多分こちらからファンレターを送るっていうことはね、ちょっとね、できるかわからないんですけど、本当にありがとうございます。ということでね、本当に大好きです。ということでね、ありがとうございます。そして2枚目なんですけども、これ、よかったらこのあるあるの企画やってください。塾あるあるを、塾あるあるの全部の一連の流れが書いてあるんだ。すごい、ほら。すごい。塾行ってるイコール賢いっていう人がいるとかね。これちょっと、じゃあこれ塾あるあるもうやりますんで、はい、お楽しみにしててくださいます。ありがとうございます。はい、ということでね、続いての方でございます。こちらでございますね。はい、初中見舞い申し上げます。かわいい、もうかわいい、字がかわいいわ、この感じね。かわいい字で、かわいい字でいきなり初中見舞い申し上げますわ、もう惚れます。暑い日が続いていますが、田中さんはお元気ですか？今年の夏は田中さんの動画を見ました。基本的に毎日動画を撮影したいだと思いますが、風邪をひいた時は驚きました。これからもとても面白い動画を見せてください。ということで、令和2年ありがとうございます。そうね、ちょっと田中ね、夏に、風邪ひいたんですけども、まあ、最近はね、もうね、涼しくなってきて、これからもういよいよね、今度は冬ということでね、まあ、いろいろね、風邪が流行ると思うんで、皆さんも体調に気をつけてください。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、続いてはね、こちらでございます。これなんかね、触るとなんか入ってるんだよね。ということで、見ていきたいと思います。こちらです。え、なに?せーの。なにこれ。化石なんかの。いつも面白い動画を作ってくださり、ありがとうございます。毎回動画を見ています。ありがとうございます。何回も見返しちゃうぐらい、見ても飽きなくて面白いです。僕は今中2になります。僕は中2になったら勉強や運動をもっと頑張りたいと思います。なので、田中さんも頑張ってください。応援しています。僕の宝物の、葉っぱの化石を入れときました。良ければ飾ってください。葉っぱの化石。
化石なんだこれ。これ葉っぱの化石らしいです。こちら届きましたよ、タナショーのとこに化石。ちゃんと層になってんの、本当の化石よこれ。ということでね、こちらタナショーのね飾り棚あるんで、そちらに飾っておきます。ありがとう。いやまさかの化石でびっくりしたよ本当に。ということでラストね、ラストはこちらでございます。これ一番大きな封筒でございましたね。はい、すごい入ってる、すごい入ってるよなんか。はい、では、読ませていただきます。はじめまして、僕は、大阪府、これは言えないやつ。ここちょっと個人情報なので、ここはね、カットさせていただきます。はい。今、僕たち6年生は授業で、職業調べを行っています。そこで僕は YouTube の仕事について一番知りたいと思い、タナショーさんにお手紙を書きました。ありがとうございます。なぜタナショーさんに書いたかというと、いろんな場面のあるあるや、ウッディ人形の、動画がとても面白いからです。クラスで話し合い、お聞きしたいことを質問、回答用紙にまとめました。お忙しいところすみませんが、返信していただけたら嬉しいです。返信していただけたらそれを活かして YouTuber になろうと思います。最後に一つお願いがあって、よければサインをください。どうぞよろしくお願いします。ということで、大丈夫かな、これいつ頃送ってくれたやつなのかな。これ見てください、全部自分でこう質問とこのね、あの回答欄のこの全部自分でこれ作ったんだね。これすごい。これということでこちら、お願い、突然お手紙を差し上げる失礼をお許しください。私は、小学校で6年2組の担任を務めておりますなのです。本校6年生では今職業調べの学習を進めています。このプログラムはキャリア教育の一環として本校が毎年行っているもので、様々な職業に携わる人々との関わりや働くことについての考える活動を通して職業に対する視野を広げ、これからの生活を生かしていこうとすることを目的としています。これまでに子どもたちは家族へのインタビューや図書館の本などを使った調べ学習を通して働くことについての考えを深めてきました。そこで今回は自分が一番知りたい職業について調べをテーマに、その道のプロの方にお手紙を出し、知りたいことについて答えていただくという活動に取り組んでいました。それは中学校への進学を目前に控える6年生にとっては希望を持って進んでいくための大きな力になります。どうかこの趣旨をご理解いただき、子どもたちの手紙をご一読ください。手紙を書くということに不慣れな子どもたちですが、言葉を尽くし精一杯の思いを込めて書き上げました。1ヶ月後の1月下旬をめどに返信していただければありがたいです。令和元年12月24日。すいませんでした。いや本当に申し訳ない。いやこの手紙がね、あの僕の手に届いたのがですね、今日令和2年の10月の7日なんですよ。ってことは小学6年生でこれから中学ってことは、もう今は多分中学生に なられたんだね。もう小学校も卒業しちゃったんだ。これはちょっとこちらで返信をねさせていただきたいと思います。まあいくつかね、タナショーさんお手紙待ってますという方がいたので、まあこちらから手紙を送っていいのかっていうのはちょっとウームの方でね確認しますので、少々お待ちくださいませ。はい、ということでね、今回はタナショーに届いたね、お手紙ファンレター、読ませていただきました。いやなんか本当にこれ手紙ってやっぱいいね。こう一生懸命こう手紙を書いてくれて、より一層気持ちがね伝わりますね。はい、本当にちょっと読むのがね遅くなってしまったのもあると思うんですけども、送ってくださった皆さんありがとうございます。本当にお手紙やファンレターはですねいつでもお待ちしておりますので、まあ、ぜひね概要欄の下にも住所あるんですけど、まあ、そちらにね送っていただければタナショーに届くので、ぜひねどしどし送ってくださいませ。まあ、こういったね化石を送っていただいても大丈夫ですので、はい、食べ物とか生物以外だったら確か大丈夫なので、タナショーのこう好きなねガチャガチャ、なんかガチャガチャのおもちゃとかね、そういうのタナショー喜びます。ということでね、これからも皆さんのねこういったお手紙やファンレター、そしてね、まあ、YouTube のコメント欄とか、まあ、そういうのにね本当に励まされてますので、これからも皆さんね、本当にタナショーよろしくお願いします。今日はすごいほっこりかい。今日タナショー笑いを届けますとかじゃなくて、もう癒しを届けちゃってるんだよこれ。ということで本当にね癒されたということで、これからもよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。